門前仲町店の店長のミレルです。精一杯頑張りますので、なんとかオープンまでにしっかりしたお店で繁盛できるお店にできるように皆さんご協力お願いします。よろしくお願いします。やっぱり下町で結構年配層の方とか多い地域なんで、やっぱ皆さんに愛されて、で本当になんかスタッフもあの子がいるから行くわとか、なんかそういった本当に地域的なお店になれたらいいなというふうに思いますね。僕が初めての店舗は前回がやっぱそういった地域密着でそのお客さんとコミュニケーションを取っていく、そういうお店だったんで、やっぱり一人一人のお客さんとのコミュニケーションとか本当に距離を近くして、なんかあんたら頑張りだよみたいな感じで、なんかそういって思っていただけるようなスタッフ、お店にしていきたいですね。外の人に関してはもうまず第一に絶対にゴミ、路上喫煙、これは絶対徹底してほしい。もう外出る人はすいませんっつって路上喫煙をお答えさせていただいています、ご協力お願いします、近隣の方のご迷惑になりますんでって、必ずゴミとタバコに関してはしっかりする。どんなにやってもやっぱ迷惑かけるのは間違いないし、だからその時のすいませんとか、ご協力ありがとうございますとか、そういった一言がやっぱ大きくなってくるんだから、みんなそこはしっかりお願いします。あとはもう元気に明るく、もうそれが多分うちの門高のお店の一番いいところであり、多分まずそこで、ね、一番になりたいなと思うんで、頼む。じゃあ本日の授業よろしくお願いします。抽選を地域絞るか結構悩まれたっていう時。いやー、そうですね、もう本当に直前まですごい本当悩んでたんですけど、やっぱ地域密着、門前仲町店はやっぱ地域密着のお店なんで、やっぱり初日とかってたくさん人が来てしまうと普段のお客さん来れないかなと思うんですけど、やっぱ普段来てくれる方たちがやっぱ初日も楽しんでもらえるためにやっぱ絞るってことはすごく本当最後の最後まで悩んだんですけど、まあ、ちょっと今回ははい、まあ、絞らずに行きましたけど、ちょっとすごい悩んだところになります、ね、なんかやっぱ千葉の方とかが結構近くて、そっちのお客さんも結構多かったっていうの。いやーね、ほんと悩みましたね。こうそうなんですよ、千葉も近いんですよ、ここもう本当にそうなんですよね。もう絞り方も難しいですし、そうですね、もうなんかちょっと近隣の方にはすいませんって感じですけど、はい、今回はこれでいきます。わかりました。あと1週間ですけど、はい、どうですか、順調ですか。そうですね、もう台の方も今日朝あと 3日間で設置になりますし、いい感じだと思います。どうですか、疲れてないですか。疲れてないですひねみ店長、もともと僕1号店で一緒に働いてたんで、
まだ記念物主任の時、僕も1年間ぐらい多分一緒に働いてました。記念物店長はもうしっかりした方なんで、ちゃんとめっちゃ上からですけどうまくやってくれると思いますよ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日で大設置はとりあえず一段落ですか？そうですね、これで前代設置終わりました。どうですか、なんかトラブルとかありました？細かいトラブルは多かったですけど、大きなトラブルはなかったんじゃないかなと思います。これでいよいよもうあと4日ですね。どうですか今の心境は？一日一日が早すぎて、そうですね日が経つの早いですね。今フロアマップ公開されて、はい、まあそれが今設置されたわけですけど、はい、なんかその台の設置場所とかで悩まれたところとかってあったりしますか？悩んだところはやっぱりあれですかね、まあ一回はちょっと玉積みでするんで、何がいいかっていろいろ悩んだんですけど、来て見てもらえたらと思います。スロットに関してはやっぱりジャグラーの場所と、まあメインの機種の配置場所が一番あれでしたかね。もうそこでスタート変わると変わってくるかなってところあったんですけど、なんとか皆さんに相談させていただいて決めることができたと思います。ジャグラー上がって右手に配置されてましたけど、はい、あそこに決められた決め手とかは何かありますか？そうですね、やっぱまあ、あそこが唯一増大した場所、スロットの箇所なんですけど、左か右かすごい悩んだんですけど、やっぱあそこかな。もうここまで来たらもう突っ走るしかないんで、ちょっと僕が店長として頼りたいんですけど、まあ、なんとか部下優秀なのを揃ってるんで、なんとかみんなで一丸になって、まあ、戦っていけたらなと思いますし、まあ、なんとか本当門前仲町の地域の皆さんに、まあ、愛される、そういった本当にお店にしていきたいんで、頑張っています。